トレンガヌ FC は、マレーシアトレンガヌ州クアラトレンガヌを本拠とする、サッカークラブである、マレーシアスーパーリーグに所属する。1956年にトレンガヌアマチュア FA として、設立。1972年に、トレンガヌ FA に改名し、T チーム FC と合併した2018年に、現在のクラブ名に改名した。ホームスタジアムは15000人収容の、 スルタン・イスマイル・ナ・シルディン・シャー・スタジアムを使用していた時期もあるが2021年現在では5万人収容のスルタン・ミザン・ザイナル・アビディン・スタジアムを使用している2001年にはマレーシアカップとピアラ・スンバンシの2冠を達成したまた2011年にはマレーシア FA カップを制して AFC カップへの出場権を獲得翌2012年は AFC カップ2012でラウンド16まで勝ち進んだ。2020年シーズンはマレーシアスーパーリーグ3位で AFC カップ2021の出場権を獲得した。ありがとうございます。